さあ店長、じゃあ行きましょうか。キャンペーンがある。うん。言い伝えに従い、天の箱舟で神の国へと連れて行ってください。女神の果実が実ったならば、この天に箱舟に、この天の箱舟に天使を乗せ、神の国まで連れてこい。さらにさらに北上した先にあるのかな、神の世界って。それとも時空を吹っ飛ぶのか、さらに上の上なのか。ドラゴンボールで言うならば、カリンの塔のてっぺんが天使界で、さらにその上に展開があるって感じなのかな。店長何歳だよ。店長は何者なんですかね。あー、さらになんか時空も飛んだな。高い上に時空も飛んだよな、これ。すっげー綺麗なとこ。海洋深海って感じですね。なっさりとついていいのか。まあそこは突っ込まないでおこうか。はい、じゃあ行きましょうか。いいのかな。荘厳な扉ですな。ベジータじゃちょっと開けられねえな、残念だが。汚れ切ってるからな。ある意味汚れすぎて純粋なわけだから。すげえ。なんか竜神王と戦ったあの時を思い出すな。神の国崩壊してるじゃん。むむむ。すげえな。宮殿の中を探すの？了解。じゃあとりあえず登れるだけ登ってみるか。ここはいけないのね。すると、これかな？お、不思議な光が輝いている。
なんか悪い果実だろうなとは思っていたけど、本当に大丈夫なのか捧げて。神よ、守護天使である、そして長老オムイ、私の声が聞こえますか？いいえ、私はあなた方天使が神と呼ぶものではありません。人間の清き心から生まれた星のオーラは世界中に女神の果実を実らせ、天の箱舟を神の国へと導きました。そしてダル、あなた方が神の国へと女神の果実を届けてくれたおかげで、私は何千もの長き眠りから目覚めることができたのです。悪い人が目覚めたって感じはしないかな。あ、世界中。お帰りなさい、天使たちよ。私はあなたたちが世界中と呼んでいたもの、創造神グランゼニスの娘、女神セレシア。おお、なんと。あなたたち天使が長い間人間界を守り、里の星のオーラを捧げてくれたおかげで、私はこうして目覚めることができた。ありがとう。一度失われた女神の果実を取り戻してくれたこと、心から感謝しています。人間界を守るため。父なる神、グランゼニスはかつて、人間は失敗作だと言って人間たちを滅ぼそうとした。人間たちはこの世界にはふさわしくない。しかしそれを封じた。なぜ止めるのだ。私は人間たちを信じます。そうか、人間を信じると言うならばってことなのね。北条神セレスから来てるのかな。グランゼニスは神の父とか言われてる人だっけ。世界中となったこの身を元の姿に戻すのは人間の清き心がけ。相当何幾世相の時を経てなんてもんじゃないですよ。多分何千年、何億年、なんて愚かなことを。そうか、それでこの世界中に眠ったのか、セレシアは。いいだろう、セレシアよ。それで天使が現れたのか。やっと話がつながりましたね。そういうことだったんだね。父なる神グランゼニスに、人間は邪悪ではないと信じてもらうため、私は自ら世界中となった。女神の果実が神の国へ届けられし日、私は女神として目覚めると。ということは、グランゼニスがいたはずなのに、いなくなっていたのか。いやもや、あの神の宮殿を破壊した邪悪な光によって神を捨て。父グランゼニスが滅びたのなら、私もこの世界もとうに消え去っているはず。神の国にはいませんが、父なる神は確かにおられる。どっかにいるんだ。神の国を襲った邪悪な光、その源たる邪悪なものはこの世界を滅ぼそうとしている。時に忘れ去られたガナンの地、蘇りしガナン帝国上に邪悪な気配を感じる。ガナンへ向かい、そうどうか邪悪な力を人間たちから守ってください。
あなたに道を開きましょう。私の力を宿せし青い木があなたをガナン帝国城へと導くでしょう。早くもストーリー最終話これ。邪悪な力が消え去りしとき世界は救われ、どうかなる人間界よ。このセレシアの女神は人間をどうしてここまで信じているんだろうね。どちらかといえばグランゼニスの言ってることの方が自分は正しいように聞こえるけどな。人間界や天使界を救えるのはお前しかいねえみたいな、そんなことねえと思うけどな。じゃあアギロさん一緒に行こうよ。あなた強いんでしょ店長。黒ギャルじゃなくてユイちゃんがついてきてくれれば頑張るんだけどね。さてでは参りますかね。すっげえ壮大な話だったね、ドラクエ9は。なんだね、冒険の書。神の国に行ってもいいのか。まあまあ、じゃあとりあえずここで終えますかね。でまあいろいろと、まあ最後の鍵もゲットできてますし、取ってない宝箱とかもね大量にあると思うし。防具も整えて、うわぁ。そうですね、防具整えて、宝箱取って、錬金して、レベル上げて、そうですね、それなりに体勢が整った上で、ガナン城に向かおうかなと思います。はい。では今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。